ではチームの囲み取材を始めます。まず不正に関する質問からお願いいたします。はい、明日小池都知事との面会が予定されていますが、この面会の趣旨を教えてください。これ産経新聞が聞いたね。以前からなんか対談いうことの、企画を、されてて、小池さんが、それを了解された、大阪で、やろうよということになったということです。今日財務部発表になっているんですけれども、地方財務部が、発表しているんですけれども、地方法人税の関連の話になるんでしょうか。偏在是正の話も、これは、先日 の、 全国知事会でも、小池知事が、こういう、なんていうかな、パイを、こう取り合うような、その税制度、これはもう、頑張って税収を上げようとしているところから見ると、非常にやる気をなくす制度なんで、これはやっぱり、認めるべきじゃないということを、知事会にも発言され、我々はそれには賛同しています。そういう話もこれから一緒に活動する、そういう面では一緒に活動するということで、そういう話も出るでしょう。多分五輪と万博の話といった話なんでしょう。そうですね。僕ら知事同士の話ということで、政党の代表ではなく知事同士の話ということですか。そうです。ここにございませんか。今夜のですね、アルゼンチンの大使が参加する会合ですけれども、この場でももちろん万博 の、 一票としているというアピールはするんでしょうか。もちろんお願いはします、ありとあらゆる場所で、BIE 加盟国の皆さんには、どのような場所でお会いしてもね、この万博も絡めてお願いしていきたいと思ってます。アルゼンチンはまだどこに投票するか、意思表示はされてないと思います。まだされていません。南米というところで、日本もかなりターゲットにしている地域ですけれども、やはり今回こうアルゼンチンにアピールするというのはどういう狙いというか、アピール。いや、もう今、オセロゲームのように、各国ともね、自国への支持で、もう要は23日投票日まではとにかく、その投票先をこうひっくり返ったり表向いたり裏向いたり、そういう状況ですから、もう最後の最後まで日本を支持してもらえるように、全ての加盟国にお願いしたい。アルゼンチンもやはり南米で、影響力のある国ですから、そういう形で、支持をすると表明していただければ、それは日本にとって、大きな、支援になると思います。次の質問をお願いいたします。入管難民法の改正案が衆院で審議入りしまして、横浜市の市長などは財政支援を求めてですね、法務大臣に申し入れなどしているんですけれども、おそらくもかなり、外国人労働者の数多いと思うんですが、そういった財政支援を今後求めていくお考えとかあるんでしょうか。僕は基本的にね、お金をくれくれじゃなくて、税源以上をこれまでずっと求めてきましたし、だから先ほどの、都市部からの偏在是正についてもね、これもやっぱり、国のやり方については異議を申し上げてるんで、要はもう我々は地方分権を、全国知事会もそうなんですけど、地方分権を求めているものはね、やっぱり、中央にお金だけくれっていうのは、これは中央集権をある意味もう認めてしまうということになりますから、それはもちろん今のその税財政の仕組みにおいては、やっぱり国からの、そういう財源はね、必要ですけど、単にキャッシュをこう求めるだけじゃなくて、やはり地方が自立できるように
税制度そのものを見直してもらいたいと思っています。横浜の市長が申し入れをしたときにはですね、まあ、小池都知事もまあ参加する形で申し入れをしているんですけども、うん、この辺の話を、まあ、明日面談等でするでしょう。まあそれは背に腹は変えられないところがあるからね、うん、まあそういう形で申し入れは行っているんでしょうけど、まあ要は本質的な地方分権の中で、我々の考え方っていうのはきちっとこうまとめていきたいと思っています。他にございませんか。よろしいですか。それでは専務に進みます。それでは専務に関する質問をお願いいたします。よろしいですか。それでは終了させていただきます。